こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、ご飯1升と缶詰を9個いろいろと用意しているので、これをおかずにご飯も食べたいと思います。そしてお味噌汁は今日も1キロ用意してあります。普段私ね、1升ってあんま炊かないんですよ。でも今日はね、ご飯に何も乗せないので1升炊いちゃおうと思って炊いてきました。で、ここにある缶詰は、これはね、全部セブンイレブンで買いました。セブンイレブンでしか買えない缶詰もあるし、そうじゃない缶詰も入ってますね。じゃあちょっと紹介していきます。はい、この3つはセブンイレブンのプライベートブランドですね。まずはこちら、鶏ハツ塩焼き300円。あ、いいですね。なんか缶詰ってワクワクしませんか？小さい頃とかお家になんか貯めてあるじゃないですか。だからなんか食べたくなるけど、貯蔵してるやつだからダメみたいなね。おー、こんな感じです。鶏ハツですね。次は鮭ハラス焼き386円です。あー、美味しそう。鮭の香りめっちゃします。次はホタテバター醤油風味386円。はい、こんな感じですね。これも貝の匂いがめっちゃする。はい、缶詰3種類。これもセブンイレブンのプライベートブランドですね。で、サバの味噌漬け216円。たっぷりと味噌に使ってますね。次はサバの煮付け216円。あー、美味しそうです。とろっとしたタレに使ってますね。タレって言うんだっけ、こういうのって。次は牛すじ醤油煮込み308円。お肉ですね。こんにゃくとか大根も入ってますね。じゃん。そしてこちらが K&K というところの缶詰です。こちらが牛すじこんにゃく。美味しそう。でもさっきはセブンのやつちょっとかぶってますね。広島県産牡蠣燻製油漬けです。これはね、七味がついています。黒入り七味。おお、牡蠣だ。ちょっとかけてみましょう。こんな感じです。結構たっぷりですね。そして最後はコーンビーフユッケ風です。中身はこんな感じです。じゃん、準備できました。なんかですね、缶詰9個あったらご飯一升結構余裕でいけるかなと思ったんですけど、なんかさ、ちょっとおかず少ないかなってちょっと思い出してきました。でもまあね、お味噌汁も1キロあるんで大丈夫だと思います。いただきます。今日はね、おかずがいろいろあるので、全部ね、この普通サイズのご飯に一升のご飯をよそって食べたいと思います。久しぶりだな、こういうお茶碗使うの。あ、なんかいいですね。人のご飯みたいです。まずはどうしよっかな。コンビーフユッケ風、美味しそうだな。まずはね、このなんか一番ね、ちょっと興味そそられてるコンビーフユッケ風を食べたいと思います。あー、こんな感じです。コンビーフですね。美味しそう。あったかいご飯と一緒に食べると、このコンビーフの脂が溶け出しますね。歯ごたえのあるお肉がいいですね。あれ、私思うんですけど、絶対ね、これね、じゃん、マヨネーズ合います。これは間違いないですね。美味しそう。めっちゃうまい。マヨネーズつけたら絶対美味しい。おかわりだ。いや、ご飯進みますね。もうこのまま行くと、私は最初おかずが足りないんじゃないかと不安がっていましたけど、最終的にはご飯少なめ、おかず多めのおから餅食べができるかもしれないですね。コンビーフね、もう牛の旨味がグッて詰まっとって、で、なんか湯気風に仕上げただけごま油とか豆板醤が入っとるみたいなんですよね。それがね、旨味を引き出してましたね。で、次はこちら、ホタテのバター醤油。あんまでもご飯が進まなさそうな。マヨネーズつけた。はい、こんな感じです。バターの風味がいいですね。ホタテがね、柔らかく煮つけられてあって美味しいです。ご飯めっちゃ進む感じではないかな。最後はタレもご飯にかけてホタテ丼風にしよう。ホタテの旨味が詰まったこのバターのタレが美味しいですね。で、次は K&K の牛すじこんにゃくです。ちょっと冷えてるけど、温かいご飯の上に乗せると大丈夫でしょう。美味しそう。牛すじがね、柔らかく煮込まれとって、
くねくねした感じの歯ごたえでとっても美味しいです。味付けは甘い感じですね。醤油と砂糖って感じです。じゃあ次もね、セブンの牛すじ煮込みいってみます。セブンの方はね、大根とか入ってます。柔らかくて味が染み込んでます。で、次はサバの煮付けいってみます。わー、美味しそう。なんかすごいの、見た目が。はい、こんな感じです。身にね、魚の旨味が詰まってて美味しいですね。噛めば噛むほど味が染み出てきます。次はサバの味噌煮です。はい、大きいですね。サバの輪切りが入っています。骨もね、めっちゃ柔らかくてね、食べられます。美味しい。味噌煮美味しいですね。でもちょっと私的にお酒の味が強いかな。次は鶏ハツの塩焼きです。鶏ハツって焼き鳥でしか食べたことないかな。こんな感じです。ちょっと歯ごたえのあるお肉で、脂のある感じでしっとりしてます。あ、うちにね、七味があったら七味と一緒に食べたい感じでしたね。今度買っとこう。七味がないのでマヨネーズをつけたいと思います。マヨネーズと七味が最高だと思うんですよね、これ。はい、合います。はい、ボーナスステージです。缶詰1個に対してご飯の量をちょっと少なめで食べることができます。これは鮭ハラミですね。美味しそう。ちょっとシーチキンっぽいですね。鮭の風味がします。でもこれもマヨネーズと合いそうだから。合います。あー、ご飯この量で鮭の切り身2つですよ。贅沢ですね。はい、ご飯全部なくなりました。で、最後はね、牡蠣の七味漬けです。これちょっと一番楽しみだったかもしれないです。おー、牡蠣の風味と食感がたまんないですね。で、七味のピリッとくる感じがまたいいですね。で、最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。缶詰9種類とっても美味しかったです。味も濃いからね、ご飯が基本進みますね。私は今日食べた中でね、一番美味しかったのはコンビーフとマヨネーズ合わせたのが美味しかったかな。で、次に美味しかったのは牛すじですね。両方お肉やないかってね。お魚も美味しいですよ、もちろんね。缶詰って言ったらお魚ってイメージがありますね。あんまりね、ご飯も一生一回食べることって少ないんで、今日はそれも食べれてよかったです。こちらの缶詰ね、コンビニとかで、ね、すごいお手軽に買えるけ、ぜひぜひ皆さんも興味のある方は食べてみてはいかがでしょうか。私は K&K 缶詰コーンビーフユッケ風と牛すじが美味しかったですね。セブンのやつもね、K&K のも両方美味しかったです。
本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。今日お団子でした。わかったかな。